皆さんこんにちは。公明党参議院議員の石川博隆です。いつもご視聴いただきまして大変にありがとうございます。今日は家賃支援給付金、7月の14日から申請が開始しておりますけれども、これまでは1ヶ月あたり 50% 売上減の事業者の方が対象でしたけれども、8月14日から連続する3ヶ月、5月、6月、7月の売上が 30% 減の方の申請が開始いたしますので、すでに申請された方には8月4日から給付が開始をされておりまして、初日には6500件、60億円分が振り込まれたというふうに聞いております。改めてこの給付金についてご紹介をさせていただきたいと思います。法人等には最大600万円、またフリーランスなど個人事業主の方には最大300万円の家賃の支援がなされるものですけれども、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定経費である地代、そして家賃の負担を軽減することを目的としております。駐車場代とか、それから倉庫を借りてらっしゃる、そういった方々もお使いになれますので、よろしくお願いいたします。支給対象は中堅企業、中小企業、小規模事業者、そしてフリーランスを含む個人事業主の方が対象になります。医療法人、農業法人、NPO、また社会福祉法人なども対象になります。今年の5月から12月のいずれか1ヶ月で、去年に比べて 50% 以上売上が減少しているか、あるいは5月以降の連続する3ヶ月で売上が前年比で 30% 以上減少しているか、これが要件となります。支給金額はそれぞれの家賃によって変わってまいります。法人の場合であれば、家賃が月当たり75万円までは3分の2が給付されることになりますし、多数店舗を持っているような事業者であれば、それ以上高い家賃の場合もありますけども、そこを超える部分については3分の1が給付をされることになり、最大上限月当たり100万円、6ヶ月分で600万円が支給されるということになります。個人の事業主の場合はその半分、家賃が 37.5 万円までは3分の2の25万円が給付されることになり、そこを超える部分については3分の1、そして最大の50万円が給付されるということになりまして、6ヶ月分で300万円が支給されることになります。申請において必要な書類ですけれども、賃貸契約を証明する資料として、賃貸借契約書、そしてまた賃料が実際に申請前に支払われていること、これを証明する資料として、原則直近3ヶ月分の賃料支払いの実績がわかる銀行通帳の写しや、あるいは振込証明書などが必要となります。そして、この支給をされたということは、大家さんのところにも通知が行くことになりますので、大家さん、あるいは管理業者の方の連絡先も用意いただくことが必要になります。それ以外には、持続化給付金の時と同じく、本人確認書類、運転免許証やマイナンバーカードのコピー、また売上が減少しているということが確認できる確定申告書などが必要となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。詳細につきましてはコールセンターが設置されております。0120-653-930、朝の8時半から7時までお問い合わせすることが可能ですので、どうぞよろしくお願いいたします。また何か不明な点ございましたら、可能な範囲でお答えさせていただきますので、メッセージを寄せていただければと思います。本日もご視聴いただきまして大変にありがとうございました。本日もご覧をいただきまして大変にありがとうございました。今後とも政治に関する情報を発信してまいりますので、どうかチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。